はい、今日のまかないの担当はカボです。今日も美味しいって言ってもらえるように頑張りたいと思います。今日は新潟名物クルマフを使ったお味噌汁を作っていきたいと思います。おかずじゃないサムネ用、こんな感じな豚の玉ねぎのちょっと甘辛炒めと、あとはきなさやが冷凍であるのできなさやと油揚げの煮浸し、そして肉茶の視聴者さんからいただいた激辛明太子があるのでそちらのおかずに出して、あとクルマフとわかめのお味噌汁を作っていきたいと思います。まめさん、またあれでしょ、切りっぱなしを置いておいた？キャベツとか。わかんない、なんかちょっとざく切りに切ってあるキャベツが置きっぱなしになってた、使わなかったやつ。え？冷蔵庫。冷蔵庫ですか？うん。入れました。使ってちょっとだけ残さない本当にちょっとだけだったよ、あれ焼いちゃった、炒めちゃった方がいいよ。これが辛い。これ自体も辛いんですけど、でももっと辛くした時にこれをかけると、こっちの方がもうちょっと唐辛子感があります。なんだよ。激辛明太子。明太子。うまっ。強い、うまい。うまいこれ。強いから。本当に難しいよね。料理の仕方。料理は使わない。私怖くて。